23日はテニスの都合計でございます。先週はマドリード3回戦でジョコビッチに負けてしまいました。はい、というわけで、ね、今週はローマのマスターズでございます。31シード、つきました。1回戦はダニエル・エヴァンズ選手ですね。もうめっちゃ疲れてるみたい。はい、やっていきましょう。はい、というわけで2週連続のマスターズですね。ここは現実でも結構厳しいところですね。2週間マスターズが続いて、で1週だけ空いて、で、全仏オープンっていう感じのスケジュールだったと思うんで、現実でも相当体力的にはねタフなところだとは思います。フェデラーとか、ね、そこスキップすることは結構多かったですよね。はい、ダニエル・エヴァンズ選手、今現実の世界ランキングだと28位かな、うん、28位みたいですね。印象はね正直あんまり残ってないんですよね。イギリス、まあテニス、まあ、発祥の地ではないですけれども、テニスがね、発展した街ではあるんですけれども、イギリスはやっぱりね世界ランキングトップの選手がなかなか出てこないっていうので、おクラッチ出たけどダメ、うん、私がちょうどテニスを見始めた時はティム・ヘンマンってわかりますかね。まあプレースタイルはほぼ 100% サービス&ボレーっていうような、選手で、確かウィンブルドンでベスト4が最高かなだったと思うんですけれども、がいたりしたんですけれども、イギリス人のチャンピオンって生まれなかったんですよね。でアンディ・マレーが出てきて、わお、うん、まあ、マレーはね世界ランキング1位にもなりましたし、すごい活躍してたんですけれども、そのマレーが活躍してる一方で、マレーの下がね100位以内いなかった時期があったんですよね。本当マレーしかいないっていうような状況だったんですけれども、ね、最近はっていうとあれだけど、ダニエル・エヴァンズがいたり、あとは、カイル・エドマンドがいたり、うん、世界ランキングね、まあ、トップと言えるだけのランキングの選手が出てきてはいるんですけれども、はい、なんとか取れました。イギリスはね、まあ、ウィンブルドン選手権が、まあ、1870何年だったと思いますが、ごめんなさい正確な、日付を覚えてない。できて、まあね、なんだっけ、オールイングランドローンテニスクラブだったかなとか、なんかそういうところが主催してやったのが、まあ、ウィンブルドンというかね、全英テニス選手権みたいなのが最初だったのかな、確かね、確かそんな感じだったはず。まあ、オープン化するまではね、まあ、プロっていう概念そのものがほぼなかった、まあ、その当時は少なくともなかったっていう感じではあったと思うんですけれども、
まあそんなね、発祥の地からなかなか強い選手が出てこない。まあイングランドはそこまでテニスが、人気スポーツではあると思うんですけれども、やっぱりねイングランドといえば、サッカーがすごくね強い国であり、ワンスライスでも買えないのか。であとはイングランドはクリケットとかも盛んなのかな。クリケット事情はちょっと私あんまり分かんないんですけれども、まあその次、あとはラグビーとかが多少あったり、うわ、まあなかなかねトップ選手が出てくる環境にないのかなっていう感じはありますよね。日本もまあ1番2番はちょっと構図つけがたいですけど、まあ野球とサッカーがまあ人気スポーツじゃないですかね。なんでなかなかこうテニスのやる人は大人で多いけど、じゃあ中高生の部活でもしくはね小さい時からやるスポーツとしてテニスっていうのが、まあ、3番目以降になりがちなのかなっていう。まあそれがね、まあ、錦織選手が出て以降結構まあテニススクールでも、まあ、テニスを始める子が増えたりね、本当に錦織以降生徒は増えましたね。でまあ大坂なおみが出てきて、まあ人気スポーツと言っていいぐらいのねところまでは行ったんじゃないかなとは思ってますけどね。クレーだとなかなかやっぱり決まんないな。うわーもったいない、もったいない。はい、ブレイクされてしまいました。スマッシュ決めるだけだったんですけれども、ちょっとね逡巡した結果ミスしてしまいました。さあ気を取り直して、なんか最近見た、まあ、海外で出してるデータだったんですけれども、日本ってテニス人口とかの割に、めちゃめちゃインターネットでのテニスに関する検索が少ない国らしいですよ。一番そのなんだろう、人口あたりで、まあ、そのインターネット検索率、まあ、もちろんスマートフォンとかね普及してない、インターネットが普及してないところもあるわけで、その全部の検索ワードに対するテニス関係の検索ワードの1位は、オーストラリアだそうです。オーストラリアが、まあ、そのスマートフォンを持った人がなんか検索したりねするときにテニス関係のが、多いらしいですね。でそのオーストラリアの検索率が100だとしたときに、日本の検索率は5だそうです。だからまあ例えばオーストラリア人がね、まあねどうなんだろう。じゃあ例えば、まあ、仮にオーストラリア人がね、1年間で、まあ、3日に1回年間100日テニスのことを検索してるとしたら、日本人は、年間5日しかテニスのことを検索してないみたいな、
オーストラリア人がそんなに検索してるかは知らないですけれども、トップ10の国はわりかしテニスが強い国でした。ベルギーとかが入ってたはず。意外だったのは確かシンガポールは相当テニスの検索率が高かったのかな。まあ余裕があればちょっとトップ10の国ぐらいは載せておきますけれども、うん、日本は確か世界で150以下だったはずなんですよね、テニスの検索率が。まあその他と比べるデータじゃないんで、じゃあ他のね何のスポーツが多いかとかっていうのはその、なんだ記事には書いてなかったですが、海外の記事なんで。だからテニスは日本では割とねやるスポーツなのかなっていう、見る人がやっぱり少ない、悲しいですね。まあこの動画を見てくださっている方はね、その、ご検索していただいている方だとは思うんで、はい、どんどんテニスのね動画とか見ていただいてかなとは思います。まあ日本でテニスのコンテンツ自体が少ないですよね。わあ、そもそもテニスを見ようと思ったら有料放送に入らないと見れないじゃないですか、環境としてテレビで。まあ錦織圭の試合がやるって言ったら BS でやる。まあ、BS もね、BS 朝日はやったりしてますけれども、BSNHK とかが多いんで、NHK もまあ受信料がある。例えば NHK の受信料があるのは、イギリスと、NHK じゃないか、国営放送じゃないか。まあ、公共放送の受信料があるのは日本とイングランドだけらしいですね。まあ、そんなことはさておき、まあ、とにかく有料放送入らないと見れない。で、じゃあ他にテニスやってた人で、まあ有名な人って言ったら松岡修造が、まあ、テレビには出てるけど、あとはテニス以外のテレビに出ている人って言ったらもう杉山愛ぐらいしかいないんじゃないですかね。杉山愛以外、もちろんテニス関係のテレビにはね、まあ、テニスのレジェンドだった人が出てますけれども、まあ、そういった意味ではなかなかテニスを見る、もしくはテニス選手を見る環境になかったりしますよね。うえい、はい、はい、ちょっと試合に戻りましょうか、メンタルを。はい、フォーティーラブですね。あ、はい、3オールになりました。ここから5を取るまでですね。まあ、エヴァンズ選手がっていうよりもこのクレーコートが正直やりづらい。やっぱり長いラリーになりがちなんで、こういうとデパイ出てみるってのもありかもしれない。上このボレーがね、一瞬でこう狙いどころを決めないといけないんで、このゲームは結構難しかったりします。さあ、いやラブ40、さあまずいっすね、ラブ40。
ていう方法、まあ、とりあえず一歩はしのいだけれども、けれどもですよ、甘い、抜ける、 OK。 さああと2本、リュウさんノーワードなんで、あと2回はこういう状況、 OK。 強気に行ってよかった。さあとにかくここを取りましょう。ボディ系でいける、 OK。 危ねー。はい、というわけでまあなんとか、キープしました。ほんとギリギリ狙うのは怖い。ちょっと操作ミスっただけですぐアウトするんで、このゲーム。おいしょ、いい、おいしょ、いい、いいショットいった。さあこのゲームでできれば仕留めたい。うんと逆、そんなにな驚異的なショットはないんだけど、結果こっちがミスらされてる感じあるんだよな。追いついてよ。追いついてるんだけどな。うまいでしょ。40-15。タイブレイクに入るのか。うん。まあちょっと無理したかな。はい。というわけで、5ポイントのタイブレイクです。タイブレイクは5点先取。サーブから始まるファーストポイントは取っときたい。おう、このギリギリで追ったり追わなかったり、まあ相手もこっちも怒るんで、この挙動はちょっとね、できれば改善していただければなとは思いますけれども。惜しいとこいった。さあここもう一本取れると相当大きいですね。リターンは返った。いいショットいった。 OKOK。 あそこがミスしなくなってくると、狙いすぎましたか。気を取り直して、おし、さあマッチポイントです。できるだけ早く決めたい。いいスライスだ。追いつけないね、それはちょっと。まあそこを狙えた相手がうまかったんですけれども、まあこっちもリスク度外視で打ちすぎた感はある。おりゃ引っ掛けて落とす。 OK、 危ねえ。はい、どうにかこうにか1回戦勝てましたね。まあ、ちょっとブレイク許した時は危ないかなと思ったんですが、なんとか勝てました。はい、というわけで1回戦は、勝つことができました。2回戦は、
とわからない選手です。イスラエルかな、この国旗は。はい、ちょっと謎の選手とやっていきたいと思います。はい、じゃあ今回はおしまいです。ありがとうございました。